ちょっとボコって出てない、ちょっと触ってみて、うん、俺はこの色がたまらんくて、タグのデザイン可愛くて、そのタグのデザインがこれね、おしゃれとか超越してるもん。どうも、ヨシーです。カナミックです。お願いします。お願いします。はい、購入品紹介。今回の展示会で、あ、もうこれ全部買いますって思ったのが、このスウェットと上下セットアップ。早速取りますわ。いいですか？ちょっとカナミ君寄ってくれるかな？このプリント、実はちょっと浮いてんねん。何重にも重ねて重ねてプリントしてるから、ちょっとボコって出てんねん。ちょっと触ってみて。お、そう、ん、なんかボコ、ボコって分厚い、はいはいはい、で、ここもそうやねん。おお、ただのプリントじゃ全然ないな。全然ちゃうん。で、ここにワッペンみたいなのついてんねん。 TT おお、ここにロゴだ。ロゴがついてて、あ、めちゃくちゃいい。これだけじゃ終わらない。 T がね、やっぱ細部までやってくれてんのよ。見て、花柄の。で、ここに TTTSW って書いてんのよ。で、このね、丈感が俺好きで、はい、このちょっとダボっとしてる感じ、これにニューバランスとか合わせて、最近はセットアップで着ることはないかな、うんうんうん、上だけ着てデニム。ちょっと今セットアップで見ますね。見てくれてんのよ、セットアップで。おお、ありがとう。セットアップ、はい、見てます。よくない？セットアップいい、うん、このね、これ買いますね、セットアップで、うん、この色が良かったね。いろんな水色で灰色が多分、はい、結構表に出てんねんけど、うん、俺はこの色がたまらんくて、うん、でね、これちょっと、あ、ちょっと長いなと思ったら、もうベルトループを折って、はい、これぐらいの感じで調整して上に羽織入れたりする。今はもうこれにマウンテンコートとか着たりしてデニム入れたりしてる、はいはい、だからこのどっちも使い勝手よくて。そうっすね、どっちもいけるな。で、やっぱえ？T の中に T 着てる人いる。このね、やっぱ色がもう気に入っちゃって、で、ずっと展示会バーって見てたら、このタグ、はい、があんねんけど、タグのデザイン可愛くて、そのタグのデザインがこれね。おお、可愛くない？はいはいはい、可愛い。まあ1枚でいけるから、まあこんなんとかちょっとインしてもいいしね。インしちゃって、これやったらちょっとパジャマ感出ちゃうけど、これに例えばデニム入れてしまったりするだけで、うん、袖に。ありがとうございますやってます。あー、いいな、このロゴもね、いいですね。これ作るだけでもまあお金かかるよ、はい、こんなんやって、この胸のね、うん、赤いいよな。グレーにこの赤と青いくっていうのもね、すごい合いますね、うん、なんか海外のブランドとかもやられてるアーティストの方が、あ、そうなんだ、作ったらしくて、可愛いよね、可愛いっっていう感じなんですけど、はい、まあ、これだけで終わらないです。ダイレクトの刺繍ロンティニューシネマ黒ニューシネマの黒、そしてマスタードイエロー、お、ニューシネマの、ニューシネマのパープル。ダイレクはニューシネマだけではございません。今回はニューウェーブも用意しております色、お色はこんな感じなんですけど、ニューウェーブは黒しか買っておりません。ニューシネマだけ全部買いました。ニューシネマが全色、はい、で、ニューウェーブが一色、はい、見たいです。ありがとうございますパープルです。俺はこの合わせがしたかった。ああ、はいはい、このスウェットに、この灰色にこのパープル、この色めっちゃ良くない？はい、サイズ感はいつもと一緒ですね。ダメージがちょっと入って、あ、え、ダメージがちょっと薄い、今回、今回ダメージ薄いぞ気づく、全然ちゃうやん。確かに僕、俺とダメージ R は、はい、ありますね、うん、あるけど薄いダメージが、あー、もっとビチビチってなってるけど、はい、薄いね、ほらほら、薄いやん、ね、確かに、はい、そうかも。薄いで、この色、この色はめっちゃ着ると思います。いや、お前刺繍ってどんだけ持ってんねんって言うと思います。もうなんかね、意地になってんのよな買わへんのちゃうやろってもう実際着ますしね。うん、毎回着てるやん、もうね、はい、だからもうどうせ着んねんからええやん、うん、これね、まあ黒は結構想像つくと思うんよ、うんうんうん、でも俺はパープルと今回マスタードイエロー、うんうんうん、マスタードイエローも着ていい、はい、全然ちゃうから、やっぱこれや、うん、いいね。ああ、黄色もいいですね。いいよな、やっぱ黄色とパープルがいいなって思ったんよ、うんうんうん、なんでか言うとやっぱ黒はもうめっちゃ持ってるから俺ダイリーがもうめっちゃ持ってる、はい、黄色とパープル見てください。やっぱりダメージ少なめです。ダメージ少なめです。少なめです。で、
この色良くない？このグラデーション良くない？今回の毎回言ってるけど俺これニューシネマコンプリートです僕は。もちろんこれおしゃれと思って買ってるんですけど、そういうことじゃないんです。もうオタクです。僕は大陸オタク、大陸の刺繍ロンティオタク、うん、ロンティでもこの感じのボディ、何も書いてないボディでも買うと思います僕は。刺繍がなくて、このボディにやられちゃってる。まあね、そう確かに、はい、刺繍に行きがちですけどね。フリーサイズでこんなジャストなの。まあ、ね、吉井さんの体型身長にこの本当フリーサイズが合ってますよね。合ってんねんな。だから黄色、これは大事にすると思います。キッズとかね、はい、ピースとかなんかいろいろ黄色い時はあったんですよ。はい、でもこの綺麗な黄色はなかったからね。マスタード。うん、ジンジャーイエローって僕は言いたいけどね。ジンジャー生姜ああまあまあ確かに、この黄色はいいよね。はい、うん、はい、こちらはニューウェーブですね。ニューウェーブもいい。これ見て、これがね僕が気に入ってるマウンテンコートのこの脇の色のここのピンクの時のと一緒なんですよね。これがたまらない。正直ね、ニューシネマの方が好きかなと思ったけど、はい、このニューウェーブに関しては俺黒はめっちゃかっこいいなと思って、うんうんうん、言ったらマウンテンコートと合わせてもいいんちゃうかなと、はい、大陸の展示会の時はもう最近全身大陸でもういかんようにはしてるんですけど、うん、昔の、はい、ほんま昔のアーカイブというか古い大陸を着て展示会に行くようにしてるんですよね。かぶらんように。いやこれいいですか。確かに着やすいのは、合わせやすいのはこれか。172センチ、61キロです今、はい、その僕がこの感じです。で、かなめくんが着るともう僕180ぐらいありますけど、フリーサイズこれでもかっこいいな、いけそうっていう感じです。黄色いいな。いいね、いいわ。だからなんかもうおしゃれとか超越してるもん俺、大陸に関してはコレクト、うん、かっこいいわ。いいね、いいっすね。人が着てるの見てもやっぱいいわ、はい、でもさ最近街中で刺繍ロンティめっちゃ見るねんな。いやほんと増えましたね、うん、全然見ますね。あこの人もやと思うねんけど、うんうん、それぐらい広がる、マスに刺さるブランドになってるってのはすごいよね、うん。というわけで今回の購入品紹介は、はい、T のスウェットのセットアップ、そして T シャツ、そして、毎回おなじみ、大陸の刺繍ロンティ4着、というわけで皆さんはどう思いましたかね。僕はもう病気だと思ってます。助けてください。本当にいい服、岡本さん、玉さん、いつも作成していただきありがとうございます。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。We're the queens of the party, party. Working hard, yeah, we're romping, romping. If you wanna be with us, then say da da da.